無縁坂とは、グレープの6枚目シングル A 面曲。1975年11月25日に発売。佐田雅史の作詞、作曲、と担調。東京都文京区湯島4丁目にある無縁坂における、年老いた母に対する、息子の思いを歌った楽曲。日本テレビのドラマ、ひまわりの歌主題歌。ボーカル担当の佐田雅史が後にセルフカバーして、自身のアルバム。 企境に収録している。カップリング曲、雲に落書きも、ひまわりの歌の挿入歌として使用されている。舞台である、文京区、無縁坂グレープ3枚目のアルバム、コミュニケーションの収録曲6曲を、サダは一晩で書き上げたが、その中でも最初にできた作品である。サダによれば、この作品の歌詞はもともと、レポート用紙10枚程度の短編小説だったという。このシングルは、 精霊流しに続くグレープのヒット曲となった。しかし、長官、推進のような曲も出していたにもかかわらず、世間的にヒットした楽曲が内容の重い精霊流し、無縁坂であったことで、グレープの方向性を限定されてしまったことを感じたさだと、吉田は音楽的に行き詰まったと感じ、グレープの解散を決意。翌1976年の春に、 グレープは解散したため、本作がグレープとしては、最後のシングルとなった。無縁坂雲に、落書き AB、NHK 趣味百科、佐田正史音楽工房、テキスト P28、佐田正史全一冊、東京 FM 出版1998年、ISBN4 から 887450338P120 から121。ありがとうございます。